はい、どうも、メンヘラおじさんです。おはようございます。昨日はライブ配信ありがとうございました。トラブルもあったんですけれども、なんとかいつも通りさせてもらったかなと思います。ちょっと来週以降ね、正直なところ iPhone でやれば確実なんですけども、コメント読みづらいっていうのがあって、そこだけですね、iPhone でやらないメリットは、デメリットは。パソコンの方も、どうなんでしょう。パソコンが悪いというよりも、多分通信環境の問題なんで、ソフトバンクの、ショップに行って、その、通信のやつを変えてもらうとか、するんがいいんかな、とか思ったりもしてますけども、どうなんですかね。ちょっと梅田に行って、聞いてみようかな、とは思います。はい。で、おかげさまで、再生回数自体は、26万回いきそうでございます。で、じゅんぐり、やっていこうと思ってございます。で、今回はですね、副業解禁について、お話ししようと思ってます。日経新聞で昨日やってたんですけども、有料会員版というところで、で、言うたら、厚労省がですね、企業に対して副業を認める条件などを公表しろということを、言う方針だそうです。7月になんかそういう素案を出して、言うたらもう話、進めるというところでございます。はい。で、言うたら大企業ほどですね、副業させたがらないというところがあるんですけども、そこのところをなんとかしたいというところでございます。正直なところね、僕も聞いたことあるんですけども、今の会社がちゃんと従業員にお金を払えてたら、別に副業する必要ないやんっていうところもあるんですけども、おじさん自身はね、今の会社での昇進っていうのが閉ざされている状態なので、副業する以外にね、道がないんですよね。他の従業員は知らないですよ。なんですけども、少なくともおじさんは副業をしないとやっていけないんで、副業をやりたいなというふうに思ってるんです。ただ、協業禁止であったりとか、モラル、ですね。社会的信用を落とす行為っていうのは、なんていうんですかね、その、副業しない理由に当てはまるらしいんですよ。なので、おじさん自身が、言うと下世話な話をするっていうのも多分あんまり良くない、です、というところと、自分が金融で保険関係やってるんで、保険関係の仕事をするのもちょっとあんまり良くないかなと思いながらも、保険相談を乗りたいなっていうところでございます。はい。で、昨日もちょっと話しあったんですけども、YouTube 収益化したら副収入は副業になるんじゃないのっていう話なんですけども、副業の要件って20万以上稼がないといけないんで、多分ね、今年収益化しても、それには少なくとも引っかからないと思います。はい。なので、言うたらこの日経新聞の、記事と、話が進むとね、副業容認と、YouTube 収益化が同じぐらいのタイミングになるかなというふうには思ってございます。はい。というところで、ございまして、どうなんでしょうね。皆さんは副業どうなんでしょう。僕自身なんとか、昨日、なんていうんですかね。話にあったんですけども、おじさんがですね、仕事辞めたらですね、なんかできることありますかっていう話された時に結構言葉に詰まったんで、言葉に詰まらずにですね、YouTube を中心にこう告知活動して、何らか自分で自営ができるというようなところをですね、回答させてもらえるようにちょっと頑張りたいなと思っているところでございます。おじさんの場合はね、おそらく障害年金取ると思うんですよ。で、それが12万ぐらい多分入るんで、プラス8万を埋める作業になると思います。で、8万のうちの数万円は YouTube の広告収入で埋めて、で、数万円は、言うたらオフ会であったりとか、個別相談っていうようなところで埋めていければ、全然いけるかなというふうに思ってます。それか、言うたらバイト感覚で、その保険の窓口とかで働くっていうのも一つですし、障害者雇用で、そういう資格を活かしてですね、やっていくっていうのも一つかと思ってます。個人的には自営業の方がもう多分性に合ってるんだと思うんですけどね。9時5時で働くのがもう多分向いてないです。自由に、寝て自由に起きてバリバリ働く方が、合ってると思います。バリバリ働くっていうか、無理せず働くっていうのが向いてると思います。はい。なので、
まあ、そういう働き方ができるようにですね、おじさん自身はまあちょっと動いていくしかないかなというところと、まあ今現在仕事辞めるわけにいかないんで、なんとかクビにならないようにですね、日々行かなあかんなと思ってるんですけども、体が言うこと聞かんので、ちょっと難しいなというところで、まあ夜勤もしながら、やってます。まあボーナスが出ればちょっと体調的にも戻るんかなとか勝手に思ってるんですけども、うん、っていうようなところでございます。はい、以上です。